何か美味しそうな香りがするな。シューマイとフォンタでも買おうかな。おじさん、シューマイ50個入りとフォンタ2本ください。もう秋か。とても素敵な夏休みだったけど、まあ今月からこのエトワリアのフォンテヌ町で過ごすからいっか。ただいまー。お帰りなさい、ってせっしか、すごい雨やねー。いきなり大雨だよ。というかこっちの天気は今日は晴れだって言ってたのに。ということはかなりいいことがあったんやろ？ちゃう？いっぱいあったよ。あ、そうだ。はい、これお土産。お、おおきに、フォンタにシューマイ、嬉しいなー。じゃあシャワー浴びるね。レンジでチンすればすぐできるから。はい。終わったよ。ヤヒーダ博士。えへへ、来ちゃった。別にいいですけど、でもできればちゃんとお邪魔します。じゃなかった遊びに来たって言ってくださいよー。まあまあいいやないですか。摂氏の師匠班が来たんやからさ。そういえば摂氏は少女ちゃんとうまくいっとるの？パパが何かうちに言ってたんやけど。あ、何や？何かしたん？正直に言ってみ。怒んないから。いや、あの、あ、そうそう、鉄道模型の、お金を払ってくれて。まだ返していないんださ、なんくるないさ。嘘つけ、数年前に隊長に怒られてでそう書いてたら少女ちゃんに慰めてもらってからそのまま寝ちゃって、少女ちゃんと一緒に寝てたくせに。へえ、そうなん、そっかー。通りでパパがニヤニヤしてたわけやー。ちがうかーらー。まあ、下ネタも時はもう置いといて、とりあえず普通の話をしよう。ね、ね。え？もうちょっとええやないの。摂氏のいけずー。わー。あらまあ、ちょっと調子乗ってもうたわ。わりわり。お兄ちゃん、ちゃんとただいまって言わないとダメだよ。それに関西弁じゃなくて、標準語で喋ってって言ったでしょ。まあまあ。あ、リネさんこんにちは。こんにちは、ナヒーダ様。じゃあシャワーでも浴びてきます。早く行きなさい。あと夕ご飯はシチューでいいでしょ。飲み物は冷蔵庫にフォンタがあるから自分で用意してね。へいへい、ありがとでやんす。4匹かい。まあシャワーが終わったら摂氏と一緒に美味しいシチューを食べましょ。せやね、兄ちゃんも帰ってきたしそろそろメインディッシュと行こか。あれ？うち何してたんだろう。え？エトワリアの野城にあるスメール公園のスタバでパペププッチーノのラージを私が全部食べちゃった後に寝ちゃったのよ。なんでやねーん。それやったらうちはラージを2本や。さあ、夕ご飯をもりもり食べて、明日は兄ちゃんとうちの楽しい手品ショーやからビシバシ働かんとな。